私の名前は藤崎千鶴。夫の五郎と今年14になる六太、その妹の薫の4人暮らしだ。毎年物価が上がるこのご時世、2馬力でないと生活が成り立たない。私も産休育休を乗り越えて働く共働き世帯の一員だ。子供たちも手がかからなくなってきて、ようやく少し家庭での仕事が減ったかなと思っていた頃だった。おい、まあゴロゴロしてないで働けよ。え？反抗期で最近ろくに話をしてくれなかった息子、突然いわゆるネットスラングである女性の継承で呼ばれ驚いてしまった。何いきなり。そばにいた薫も言葉を失っていた。働かずに何も生み出さない寄生虫、悔しかったら金稼いでこいよ。この年代はいろんなものに影響されやすいというけど、あまりの口の悪さに黙っていられなかった。そんな言い方してどういうつもり？あなたは楽しいかもしれないけど、言われた方はギャオってるギャオってる、ヒステリー怖え。お兄ちゃんどうしちゃったの？妹もいるというのに私が怒っても、とりあえずヘラヘラ笑ってるだけ。いいほ、女さんヒステリー止まらず、専業主婦はやっぱりあそうか。あのね、私が朝早く出て夜遅くに帰ってきてるのに専業主婦だと思うの？はいはい、女さん特有の言い訳。今日も嘘松ご苦労様です。言い訳じゃなくて事実です。あんたが学校行ってる間私は働いてるのよ。専業主婦は年収1000万きりってことですね。わかります。もしかしたら友達同士でこういうことを平気で言っているのかもな。同級生の女の子とかに言ってなきゃいいんだけど、スイッチの入った六太とはあまりにも話にならず、刺激しないようにそっとしておいた。その日の夜、五郎に相談してみることに。あれはちょっとひどいよ。ネットに影響されすぎ。女だからって話を聞いてくれないから、同性のあなたから何か言ってくれない？まああのくらいの歳ならそのぐらい平気で言うっしょ。そのうちやめるよ。そうかな。本当に時間が経てばやめるのだろうか。同じ男である五郎が言っているんだから、少しだけ様子を見ることにした。しかし、お兄ちゃんもういい加減やめてよ、その言い方うざい。はいはい、まあヒステリーお疲れ様です。毎朝のように繰り広げられる兄弟喧嘩、というよりやはりロクタの方が薫を女性様、ヒステリーなどとバカにして怒らせているだけだ。そのために注意するも意味なし。夫もどこ吹くかで。お母さんもう嫌なんだけど。私もよ、我慢させてごめんね。こっそり二人で慰め合うものの、それもロクタに見られて。はいはい、また無駄に群がって男を攻撃するんですか？なんて言われる。お兄ちゃんもう病気でしょ。夫に話してからすでに3ヶ月、一向によく寝る気配なんてない。そして私が危惧していたことがついに起きてしまった。ある日の仕事終わり、突然学校から連絡が来たのである。相手は担任の先生だった。お忙しいところすみません、今すぐ学校に来ていただけないでしょうか？はい、まさか何か。慌てて学校へ向かう私、空き教室に通されると、そこにはロクタがそっぽを向いて座っていた。お母さん、実はロクタ君が女性の教科担当に向かって、その。まさか、やはりロクタは予想通りのことをしていた。学校でもロクタは年配の女性教師に向かって、女さんおつ、ヒステリーしてればいいもんね、女性様は、と何もしていないのに平気で言い出したり、すれ違いざまにマーンと連呼したりと迷惑行為を行っていたという。申し訳ありません、家では散々注意ってるんです。必死に謝っているのに、ロクタは反省の色一つ見せない。少しずつでもいいから改善していきましょう、と言われたものの、帰り道では、女さんのヒステリーに巻き込まれちゃったな、と反省の色一つ見せなかった。もう我慢の限界。夫が帰ってくるのを待って家族会議を開いた。学校でも迷惑をかけているのよ、その女性をバカにした言い方やめなさい。本当のことを言って何が悪いんですか？
傷ついてるって先生言ってたでしょ。このままじゃクラスで浮いちゃうし嫌われるわよ。はいはい、ヒステリーね。俺は孤独でも平気なんで。あなた、これを見ても大丈夫って言えるの？改めて夫に問いただす。まあまあ、そんなこと言わないでさ。前と変わらない軽い態度。ああ、この親にしてこの子ありってこういう時に使うのね。そんな夫の態度を見て、さらにロクターは気を良くしていた。生まれた時はあんなに可愛かったのに。人間、一瞬で感情を失うことがあるのね。そう、わかったわ。ん？私はもうあなたの母親を辞めます。あなたが嫌いな女だもんね。お世話もしないし、お金も出さないわ。そう宣言すると、夫は鼻で笑った。そうやって感情的になるからバカにされるんだよ。別に、舐められてもどうでもいいわ。私にはもう関係ない。これからは一馬力であなたがその子を養えばいいじゃない。学費も食費も部活のお金も全部出して、食事も何もかも、送迎も進路相談も全部あなたがやればいい。私は薫の分しかやりません。はいはい、専業主婦の力なんていりませんから。親父の稼ぎがあれば十分。ご苦労さんでした。バカにして笑う息子とは対照的に五郎は急に焦り出した。自分に迷惑が被ると分かったからだろう。なんで俺が？だって今ロクタが言ったでしょ、男さえいればいいって。それじゃあ今からそうするからね。その夜から私は一切夫と息子に関わらないようにした。食事も洗濯も薫と私の分だけ。掃除は共用部分だけは情けでやってあげたけど、3日ほどでロクターは文句を言ってきた。専業主婦のくせに仕事大きい。さすが仕事に責任持たない女さ。何を言われても無視。なあ、家族なんだってさ、こういうのはやめて。不便なのが我慢できなくなったのか、まだ五郎は申し訳なさそうにしてくれた。しかしロクターの暴言はさらにエスカレートしていった。親には養育する義務があるんだけど。よくもまあそんなことを平気で言えるもんだわ。あのね、権利はあなたにだけあるんじゃなく私にもあるの。そして義務はあなたにもあるのよ。自分の権利だけ主張して親に従う義務は放棄なんて、そんな甘い話は世の中にはないの。自分の権利を尊重してほしかったら他人の権利も尊重して義務を果たしなさい。女性とか男性とか関係ない。はっきりまっすぐ目を見て告げてやった。ふざけんなよ。するとロクタは唾を吐いていた。さすがに夫が驚いていた。思ってたより飛ばなかったようで、私にかかったわけではないけど私も絶句してしまった。何してるんだ。生意気なんだよ、女のくせに。やれよ家事バーカ。やらねえなら出てけよ。おい、もうロクタは私に謝る気も仲直りする気もないらしい。そう、その言葉を聞いてカオルも怒ってくれた。いい加減にしてよ、恥ずかしい。あんたとはもう一緒にいたくない。行こう、お母さん。ま、待て、出てけ出てけ。必死に止めようとする頃、叫び続けるロクタ。荷物をまとめて私とカオルは家を出た。そのまま私の実家へと向かい、両親に事情を説明。話を聞くなり喜んで迎えてくれた。その間にも夫からは、大人げないよ、戻ってこいよと何通もメールが来ていたが無視。私は私とカオルを守らなきゃいけない、もう決めた。ドクターはそれから何度も学校でトラブルを起こし続け、その度に夫は呼び出される羽目になった。しかし反省を一切せず、案の定クラスメートから一線を置かれてしまった。特に女子からは、あんなやつと話すのやめよ、嫌な思いするだけだよとひそひそ言われ、ますます女嫌いに拍車をかけるという最悪のループに陥ったと。そして夫の稼ぎだけでは部費や遠征費など部活に関わる費用を捻出できなかったらしく、学校での態度も相まってロクタは退部に。その後は引きこもりになったと夫から聞いた。私に向かって帰省中の専業主婦なんてよく言えたものだ。あえて言うことでもないので黙っていたが、私の年収は夫よりも高い。私の収入がなくなって困るのはロクタ自身だった。夫もロクタとの対話に非協力的だったのは本当に意味がわからない。なあ、ロクタも大変なことになっちゃったし、戻ってこいよ、家族だろ。自業自得じゃない。あなた一人じゃ部費も出してあげられないほどなのに、なんでああなるまで放置したの。
腹水、盆に帰らず、私はこうなるまで親として注意し、学校にも頭を下げ、それも全てロクタのためだと思っていたから。でもロクタには何も響かなかったのだ。これが子育ての末なら潔く受け入れるしかない。その後弁護士を通し、私たちは離婚。言わずもがな、カオルは私が、ロクタは夫が親権を持つことに。それを夫から告げられた時も、ドクターは荒れていたようだ。ふざけんな、女のくせに親の仕事を放棄した慰謝料だ。もうやめろ、あれはもうお母さんじゃないんだ。これから二人で生きていくことになるだろうね。まあ、あれだけ邪魔者扱いした女がそばにいないんだから、さぞかし快適に暮らせるでしょ。私とカオルは私の両親と共に楽しく暮らしている。カオルはうちの父と暮らして驚いていた。おじいちゃん、男の人なのに家事するんだ。今時そんなの当たり前だよ。わしも昔は全然してなくてね。でもそれじゃダメだと思ったから、おばあちゃんに教えてもらったんだ。この言葉を聞いて、カオルはどう思っただろう。ひどい言葉ばかりを言われて、男の人はロクタのような人間ばかりではないと知ってくれたかな。息子の言動はもしかしたらネットからの影響も大きかったのかもしれない。でも全ての人間が影響されあんな暴言を吐くわけじゃないんだから、やっぱり本人の問題だ。この先自分の過ちに気づいて本心から謝ってくれる日が来たら、その時は許してあげよう。今は目の前にある幸せを大事にしていこうと思っている。ご視聴ありがとうございました。また見てね。